こんにちは、野尻美穂です。今日はメイク動画を撮ってみようと思っていつものコスメを用意してきました。日焼け止めとベースメイクはやってしまったんですよ、さっき。なのでそこから先のことをちょっとやっていこうかなと思うんですけど、私日焼け止めはこのイソップを使ってます。これをもうずっと使ってる。で、ベースはこのシャネルフリュイドファンデーション使ってます。これね、すごいなんかマットでいいんですよ。伸びもよくって、すごく使いやすくて、これもリピートして使ってます。あの小鼻のこの脇とかシミとかを隠すコンシーラー、コスメデコルテのコンシーラー、トーンパーフェクティングパレット。これお友達が YouTube で紹介してて、なんか良さそうだなと思って試したらめちゃくちゃ良かったから、これも今 2個目なんですけど、なんかこの4個パレットがあるんだけど、全部すごい使いやすくて、ハイライトも使えるし、なんか顔のちょっと濃いところとかによって色使い分けれるからすごく便利で、小鼻を中心に、この赤くなっちゃうところを中心に塗ってるっていう感じです。なんかもう寝てる時に、今娘になんかこう顔をこう手でね、こう覆われることがよくあるんですけど、そこからそこまではいいんだけど、そこから先爪を立ててこうむしり取るみたいなことをされるから、そのせいでここがなんかねちょっと傷ついちゃってて、なのでそういうところもコンシーラーで隠します。大変だよねママって。ほんとなんかむしり取られるってないじゃん。コンシーラーをしたら、この3のパウダー、ルースパウダー、アドバンスドエシリアルスムースオペレータールースパウダー、私は2番を使ってるんですけど、ちなみにこれのパフがなんか破けちゃって、新しいの買い直したんだけど、中身ももうないから、結局中身も買わなきゃいけないじゃん。なのにパフ新しいやつだからさ、中身買ったらパフもついてくるよね。こんな感じですごいさっとって言われにパッてやってたかな。やりました。で、チークはこれいつも使ってるやつなんですけど、なんかピンクとかより私はちょっとオレンジっぽい感じのカラーが好きなので、このブラシもすごい使いやすいんですよ。この顔にね沿う形でできてるからめちゃくちゃ使いやすい。はい、こういう感じです。そして眉毛なんだけど、なんか髪黒くしたから眉毛の色もちょっと濃くしたいなと思って、そのタイミングでね、おさじさんからブローシャドーペンシルというアイブロウのペンシルをいただいたんですよ、3本。だからそれをちょっと試したいなと思って、なんかねめちゃくちゃ好みのカラーが多くて全部使いやすい。あ、折れちゃった。折れたタイミングの書いてるのがすごい分かりづらいかも、めちゃくちゃ分かりづらいかも分かりづらいね。こんな感じでもね、なんか焦げ茶系、ちょっとパープルみたいなのが入ってるブラウンとアッシュのブラウンとみたいな感じだから使いやすいんです。馴染みやすい。私はね眉毛って結構もうそのペン1本だけで完結しちゃいがちなんですけど、さっさと描いてすぐ終わっちゃうんです。こういう感じでもうブラシで整えて終了みたいな。こっちがちょっとなんか足んない。なんかね細いペンシルだから濃くなりすぎなくって、とてもいい感じなんですよね。どう？いい感じ。はい、眉毛ができました。
で、次マスカラ、クラシャネルのビューラー、私これの前もシャネルのビューラーを使ってて、それ買ったの本当にもう10年前ぐらい前のやつだと思うんですけど、それをもう永遠に使っていて、もうここの部分がもう本当死んでしまってたのでついに買い替えました。でなんか気分的にシャネルがいいなと思ってシャネルでまた買いました。何がいいってのはちょっとあんまわかんないんですけどね、完全にただ見た目の問題で買いました。はい、そしてアイライナーはいつもこれを使ってる、シャネルのスティロユーウォータープルーフのエスプレッソ、これはもう買いためでいつも2本はストックしてます。もう私は上はこの内側に引くタイプで、外側だと目が変になっちゃうんで、下はちょっと目尻ちょっとだけの感じでやっております。マスカラは3のマスカラを使ってます。茶色のブラウンのマスカラです。なんかね、3のマスカラはね、繊維が入ってるからまつげが長くなっていいんです。なんか私は結構まつげしっかりつける派だから、そんなのがタイプな人はこの3はとてもおすすめ。うん、下にもつきやすいので便利です。はい、そして通常のリップを塗る前に、私唇もすごく乾燥するので、最近はこちらのノンフィクションのリップを使ってます。これはもういつでも塗ってるって感じ、いつでも塗ってるっていう感じです。これもオサジの新しいやつで、ニュアンスシャドウスティックってやつで、黄色とか茶色とかもあるんだけど、私はこのオレンジを使います。これはもう本当にここにスッてやるだけ、スッて超早い。しかもなんかね、濃くつかなくて肌なじみがめちゃくちゃいいから、私すごく好きなんですよね。結構アイシャドウ気をつけないとボテッとしちゃうから、これをやってます。ハイライトやるの忘れちゃった。このコスメデコルテ、鼻が低いのでここにしっかりとやります。ここの凹凸が出るようにはい、次はリップ。これ最近買ったんです、シャネル。これはね、ルージュアリュールキャラクテール212番です。結構濃いこういう色なんですけど、なんかね、いい感じの深みのある色で好きです。ポンポンポンって感じでつけてるんですけど、この暑かった時はこっちのね、3のね、オレンジのリップを使ってたんですよ。これもすごい発色良くていい色で好きなんですけど、ちょっと秋気分になってきたから深い色がいいなと思ってこれを買いました。こういう感じの色、かわいいよね。結構ベタっと塗ったらめっちゃ濃い感じになるから、私はこうポンポン叩く感じでつけてます。こんな感じ。はい、今からちょっと髪の毛を直します。髪の毛をアイロンかけてきました。もうちょっと頑張って伸ばそうかなと思ってる。これくらいかな、これぐらいはなんか伸ばしたいかもしれない。伸ばせるところまで伸ばそうかなと思って、今この長さです。ワックスバームはこれを使ってます。リンクのバーム、これ香りもすごい良くて、シアンでも売ってるんだけどお気に入りです。これぐらいを、もうざっとこういう感じで付
で髪の毛にもシュッとつけます。で小胸とかす。なんか最近さ、やっぱさ、これぐらいの髪の毛だと洋服のね、襟とかに当たって髪の毛がそれこそすごい跳ねちゃったりとかして嫌だから、弱くことの方がすごく増えてて、でもね、できれば下ろしてたいんだよな、これからは。なんか気分がそんな感じです。下ろしての気分なんだけど、弱いちゃってるっていう感じ。最近買ったジルサンダーのピアス復活したので、こっちにもつけれるんですよ。今あの普段はファーストピアスをつけてるんだけど、これをつけます。最近なんか白って夏っぽいかなって思ったんだけど、意外とクリームだからなんか使えるんだよね。秋っぽい服というかダークトーンとかにもすごいポイントになってよくて、結構ゴールドも持ってるけどゴールドよりも使ってる。こんな感じです。はい、完成、イエーイ。はい、私のお化粧でした。超簡単じゃない、うん、簡単じゃないっていうか、なんかもうシンプルだったからすぐ終わっちゃったんですけど、なのでベースメイクとかも塗り方知ってる方も多いかもしれないんですけど、私本当日焼け止めなんかも特にジュッて出して、もうこれでこうやって塗っちゃうタイプで、でこのベースメイクに関してはここに出してこうチュッ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 って部分部分にはやるんだけど、こう やりながら最終的にはこうなってるっていう感じで、だいぶズボラ女子な感じなんですが、まあ、でもねこれぐらいあんまり肩の力を抜いたメイクもいいじゃんと思って、自分はこんな感じでメイクしてます。普段こんな感じで参考になりましたでしょうか。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。